はいじゃあ今回はこちらの方ですね。まあ以前にもね、ちょっとお伝えをしました。北海道の時速118キロの白バイトトラックの右直事故。まあこちらの方がですね、まあ地裁の方で今回判決の方がようやく出ました。まあ前回動画のところでね、まあ後半を開いたという内容のことをお伝えしましたけれども、まあこれでまずは判決が出たということ。その判決としてはこれ。 執行猶予付きの有罪というような判断になりました。さあ、皆さんどうでしょうかということなんですよね。これはですね、2021年9月に北海道の苫小内の交差点で白バイト衝突し、警察官を死亡させた罪に問われている大型トラックの運転手の裁判。これがですね、29日の午後に禁錮1年執行猶予3年の有罪判決ということで、無罪を主張している運転手側は控訴をする意向ということなんですよね。 基礎上によると、砂川市の無職、まあ、無職になってしまっているんですが、この被告56歳は、 2021年の9月13日に、苫小牧の方の堂々の信号機のない定時の交差点で運転していた大型トラックで右折をしようとした際、反対車線を直進してきた白バイと衝突、白バイに乗っていた男性警察官32歳を死亡させた過失運転致死の罪に問われていますよ、というようなことだったんですよね。まあ、経緯がね、なかなかちょっとね、吸ったもんだしながらっていうことで、まあ、この判決が出るとどうしてもやっぱりねっていうふうに言われるんですよね。 まあ以前にあった高知白梅事件、まああそこのところをね、いろいろと出してくる方もいると思うんですけれども、やはりなって言われてしまう内容なんですよね。 ま、そこの交差点というのは、まあ、上空から見ると、このような形の交差点であり、そこの交差点でどうなったかというと、まあ、こういう状態であったところで、右折のトラックと直進の白バイが、ま、ぶつかった、いわゆる右直事故ということなんですよね。現場の方というのは、こちらです。このような状況で、ちょっと引いていくと、まあ、こういう感じですね。こちらの右下のところから大型トラックが走ってきて、ここの交差点を右折をしようとしている。 で、こちらの方ですね。ちょうどですね、この国道の234号線の上を走っている堂々の129号。こちらの方から白バイが坂の上から下ってきている。その時の時速が約118キロで走行してきたところ、ここを右折をした大型トラックと、ここで右直事故でぶつかった。というようなものだったんですよね。 まあこれが最初の段階の時にはまあ不基礎になったというところがまあちょっとねいろいろとややこしい話になってるんですがまあ詳しくですね HBC の方がずっとこれ追いかけていってくれてるのでまあある程度の内容がわかるんですがまあ詳しいことはこの判決文というのがまあちょっとね公表されないと まあ、なかなか中身がね、具体的にどうなんだっていうところがわからないんですけれども、これはね、もう HBC さんの方で書いていただいた内容にそうしかないということになります。内容としては、この事故をめぐって検察はおととしの3月にこの被告を不起訴処分としたけれども、検察審査会の申し立てを受けて再捜査をした結果、 去年の5月8日付で在宅の起訴。この検察審査会への申し立てができるのは基本的には家族、遺族という状況になります。これまでの後半で被告側は結果は重大だが時速120キロという高速バイクの接近を予見し回避することは可能。サイレンは鳴っていないし、赤色灯もドラレコでははっきりと確認ができない。右折の仕方に問題はあったが、交通法規の違反にとどまり、道路交通法違反の刑事罰は無関係であると。 だから被告に過失はないとして無罪を主張。それに対して検察側は当時白バイは警炉中で赤色灯を点灯させながら118キロで走行していたがトラックを見つけて88キロまで減速。サイレンを鳴らさず118キロ出したのは違反車両に存在を察知されないためともいえて違法性はなく責められることもない。 被告の見えたという表現は信用ができず右折先の反対車線に停止していた車両の内側を進行しようとして安全確認を怠り事故が起きた。刑事責任は重いとして禁錮1年2ヶ月を休憩。 一方、後半の方では、北海道警が事故防止に向けて、白バイに最高速度を100キロとする通達を出していたことも判明したが、検察は、通達を18キロも超える速度で走行するほどの緊急性が白バイにあったのかなどは、説明はしていないと。 こうして迎えた29日午後の判決後半で札幌地裁の裁判長は下記のように指摘した上で白バイが高速度だったことが重大な結果に及んだことも否定はできないが被告の刑事責任は軽くないとして禁錮1年執行猶予3年の有罪判決ということ 重大な結果に及んだのが、白バが高速度だったということは否定しないが、被告の刑事責任は軽くない。まあ、言い回しがもう本当に何とも言えないって感じがしますよね。それで、禁錮1年執行猶予3年の有罪判決というようなことなんですよね。で、判決の理由という部分が、右折の開始時、車両の有無と車両間の距離を確認すべきで、予見は可能だったし、予見の義務もあった。 白バイが高速度で来ていたとしても、直ちに予見可能性から否定されるまでもない。事故後の後半供述の変遷などから、古戦郷のところに影が見えたというのは、まあ信憑性が高くないと。右折の確認は6秒も前で、意識的に確認していたとは言い難く、注意義務を果たしたとは言い難いと。 白バイは高速度で走行していたが、警官の職務に従事中で刺したる過失はない。被害結果が重大で家族の喪失感も深く、処罰感情が重いのも理解できる。白バイが高速度だったことが重大な結果に及んだことも否定できないが、被告の刑事責任は軽くない。で、事故現場に居合わせた乗用車。これがですね、ちょっとね、こういう状況で右折をしようとした先のところから出てきていた乗用車が1台いました。 これがいたことによって、大型トラックは右折がしづらいと判断したことによって、この右折方法としては、まあ、ありえないぐらいの超早回り、この出てきた車のさらに手前側を強引に右折をしたっていう状況。それがですね、ちょうどこういう状況で向こうから白バイが走ってきていたところ、こちら側から乗用車が来て、 乗用車はここですね。ちょうどこの破線が引かれてる手前、この辺りで待っていたところ、大型トラックで右折をするには、こう右折しなければいけないという状況になったので、 ここが削れている。だから、ここから曲がっていこうということで、ここから出ている車両の手前側のところ、強引に右折をしようとしたところ、向こうから自分の想定以上に早かった白バイが来て、わぶつかった。というようなことなんですよね。それがこの方っていう状況で、この人というのは、まあ唯一の、まあ第三者っていう状況になるのかなと思うんですが、 白バイの赤色灯はついていたがサイレンの音は聞いていない。ドライブレコーダーではトラックがウィンカーをつけていたようだが自分は見えなかった。トラックはまっすぐ行くだろうと思った。太陽がトラックの背にあり白バイを照らしていた。衝突の瞬間は見ておらずバチャンという音で気づいた。トラック運転手は事故直後に白バイを全く確認できていなかったと自分に話していた。というようなのが、まあ第三者としての証言ということなんですよね。で、弁護人とのやりとり。 直進の車両を2、3回確認する中で遠くに自転車やバイクのような影が見えただけ。あの距離なら曲がれると思って右折した。だからここの部分というのは弁護人とこの被告ですよね。トラックの運転手のやりとりという部分では、ここの部分ではこのバイクのような影は見えた。そしてあの距離なら曲がれると思って右折したということを言っていて、こちらの方の証言ですね。 第三者の証言としてトラックの運転手は事故直後には白バイを全く確認できていなかったというふうにその時に話していたということなんですよね。で、白バイという認識があったかありません。赤色灯は見えません。サイレンは聞こえません。事故直後気が動転して警察に白バイに気がつかなかったと話した。帰宅して落ち着いたら遠くに見ていたことを思い出したので証言を変えた。 検察からは見えてなかったんだろう、見えた見えてないはどうでもいいなどと幕し立てられたが最初は見えたと話した。事故直後の状況ははっきりとは覚えていない。あの日は仕事で苫小前の方から宇流町に向かっていた。で、週に1回ほど通る道であり、時速60キロほどで走行し、右折時は40キロほど。右折先の乗用車が停止線から出ていて曲がりきれなそうだと思い、やむなく内回りしたが不適切だった。 というのが、まあ、弁護人とのやりとり。そして、検察とのやりとりがこちら。影を確認してからどれくらい4、5秒あった。影というのは、その白バイの影ということなんですよね。それが最初にここに出てますよね。バイクのような影が見えた。これがどのぐらいの時かっていうのが、これが4、5秒あった。影を見てからずっと影を見続けたか、ずっと見ていたわけではない。影が見えた場所は、橋があってカーブがあったところの先ということで、 橋があって、カーブがあったところの先。これを先を見ると、まあ、ここのところに橋があって、カーブというのはちょっとね、表現としてわからないんですけれども、まあ、おそらくこのぐらいの位置にっていうことなのかなと。ちょうどここにトラックが走っておりますよね。だからこの向こう側の方にいたバイクというような判断だったようなんですよね。 で、まあ、先ほどから出ている状況で、右折の確認は6秒も前であったというふうに出ておりますよね。だからま、6秒前っていう状況で、まあ、こちらの方で6秒前の段階で白バイがいたことを確認をしてから右折をしたという状況なので、まあ、直前まで確認をしていなかったという状況は見て取れると。 で、対向車の速度。まあ、これ白バイの速度ですよね。白バイの速度に関してはわからない。対向車との距離はわからない。実況見分で白バイが2回見えた旨の説明をした覚えていない。先に曲がろうとしたのはなぜ影が見えてあの距離なら曲がれるだろうと思った。というようなことを検察とやり取りをした。ということですよね。で、裁判長のやり取りはこちら。影のようなものはどのように確認をしたパッと見ではなく正面を見て。 ハンドル切る直前の確認は記憶がないです。ということで判決後、弁護人は被告が控訴する意向であることを明らかにしました。というのが、まあ記事の内容になります。さあ、まあこの内容を見て、まあ判断としていかがでしょうかということなんですが、まあいろいろと話を聞いていくと、まあちょっとやはりトラックの運転手の方の、まあ証言という部分が、まああやふやすぎたっていうところで、 右折の仕方がまあ悪かったことはもう間違いないんですよね。まあ、横着位右折もう完全に泥骨法違反の右折をしていることは間違いない。ただ、この右折の方法がなければまあ事故にならなかったっていうところで、 トラックの運転手の証言というのが、まあ2点3点をしてしまっているというのは、まあ裁判長に対してはかなり心証が悪いというようなことなんですよね。ただやはりですね、速度が速いという状況に対して、まあ検察側はこの速度が速いことに対する緊急性が白バイにあったかの説明は一切していないというところにかなり問題があるかなというところなんですよね。 で、話の中で最初の段階ですね。まあ、裁判になるという前の段階の時に、ここの話ってあんまり出なかったんですよね。このサイレンを鳴らさず118キロを出していたのは、違反車両に存在を察知させないためとも言えて、違法性はなく責められることもないというような話がいきなり検察の方から出てきたと。ここの部分がですね、最初の段階では一切出てきてなかったんですよね。 で、当時、まあ、先ほども言ったみたいに、現場にいたのは、まあ、この3台の状況で、証人として出てた、この人だけ。で、ドライブレコーダーはついているという状況で、この白バイというのは、その時に違反車両の取り締まりをしていたわけではないんですよね。だから違反車両と見られる車があったわけでもないと。 だからそこの部分が違反車両の取り締まりをしていたんであれば、違反車両の取り締まりをしていたからというふうに説明ができるんですが、ここの部分の文章を見ると、違反車両に存在を察知されないためとも言えて違法性はなくと書いてあるので、 ここの部分のところだと、まあ、これは当時違反車両に存在を察知されないためというわけではないわけですよね。まあ、道路交通法のところで違反車両、速度超過の車両に対してサイレンを鳴らさずに追跡する、追尾をすること自体は違法性はないというふうには書かれておりますので、なので、こんな、まあ、遠回りな言い回しをする必要は一切ない。だから、ま、この時に違反車両を追っかけているという状況は、ま、なかった。 であろうとそうすると、118キロで走行していたという速度に関しては、まあ、今回の裁判に関しては、まあ、一切説明はしていない。説明はしていないんだけれども、まあ、裁判としては有罪判決になったというようなことなんですよね。さあ、皆さんどうでしょうかということですよね。まあ、これがね、ま、控訴するという流れになると思うので、まあ、これで、まあ、最高裁に行きます。で、まあ、これがね、最高裁で、後半も開かずにピュッ とまた、帰却という風な流れになると、また、工事白バイ事件のような感じなんじゃないのっていう話が非常に盛り上がると思うんですが、まあ、想像の状況からすると、まあ、交際に挙げたとしても、おそらく帰却ではないかなというような気がしますね。まあ、状況的には、まあ、ここの部分はおそらく覆らないだろうというような気がします。まあ、全体的に、この、まあ、トラックの運転手の記憶という部分がかなり曖昧であるということと、 まあ、右折の仕方という部分がかなり問題視ができるものだったっていうところですたね。やはりね、ここは大きいんですよね。右折先の乗用車が停止線から出ていて曲がりきれなそうだと思ったので、やむなく内回りをしたっていうのが、まずそもそも道路交通法、ルールを守ろうという意識がないっていうドライバーだっていうのが、まあ、非常に出てしまうんですよね。だから、右折時は40キロという時点で、 まあこのチャンネルでもずっと言ってる通り、右折時というのは徐行というのが決められておりますので、全く守る気がなかったっていう状況なんですよね。 だからその直進側の白バイ側の速度が速かったとはいえ、右折側に問題あったよねっていうこと。だからね、ここの部分を合わせていくと、まあ大分の194キロですよね。まあ194キロのあそこの部分というので、194キロ速度を出していた19歳の BM の運転手、まああちらの方というのがこの白バイ側になるわけですよね。 で、右折側の乗用車の方がなくなってしまったんですが、右折側の右折というものに、まあ問題があったよねということになるので、 ま、全体的に、ま、判断としては、こういう判断になるんですよね。だから、あの、フェラーリが広島で直進で、同じような速度ですよね。ほぼ時速120キロで直進をしてきて、右折の軽自動車と衝突。そこに乗っていたお孫さんというのはシートベルトしていなかったので、そのまま車外に投げ出されて死亡という事故がありました。あれに関しては、右折側のおじいちゃんの方というのも、書類送検をされてるんですよね。だから、右折側は悪かったよねっていう、 話は、もう右直事故だともう確実に出てきて、直進側の速度が速いというようなことよりも、右折側の右折の仕方が悪いということの方が重きを置かれてるんですよね。だからまあそれを考えると、まあ、フェラーリの事故、あそこの部分で、 まあ、過失というような状況で、その賠償というのもしているということで執行猶予がついた。まあ、その部分と合わせていくと、まあ、今回のケースも、金庫1年の執行猶予3年という有罪判決というのは、まあ、それに習ってるんじゃないかなと思うんですよね。だから、まあ、そのあたりを考えると、まあ、大分の方というのも、危険運転という部分で判断ができるかというとかなり難しい。まあ、同じような過失運転というようなことになる。まあ、それよりも、これよりも重大な速度なので、まあ まあ、禁1年ではなく、金庫2年とか3年ぐらい、執行猶予、まあ4年から5年とかね、まあそういう可能性は十分あるかなとは思いますが、まあ、う事故は結局のところ、直進の車の方が優先だという判断が非常に強く出ておりますので、直進がいくら速度をたくさん出していたとしても、右折の方というのが、 ま、今回の判決理由という部分でも、この右折の仕方に問題がある。右折の確認が6秒前で注意義務果たしてない。そして予見は可能。予見の義務もある。っていうようなこと。だから白バイが高速度で来てても、直ちに予見の可能性から否定はされない。ということ。 だから、この右折の仕方にかなり問題があるという部分が、まあ、かなり書かれてるんですよね。だから、まあ、こういう状況になるので、右折というのは行けるときに行くというような判断は絶対にしないようにしていただきたくて、まあ、徐行しなきゃいけないというふうであれば、まずは一旦ね、ふっと考えて、それから右折をする。まあ、そういうふうにしていただければいいかなと思います。だからね、この件に関しては、まあ、控訴されるという状況になると思いますので、またね、いろいろと情報等が出てきたら、またね、 お伝えしていきたいかなとは思いますがまあ、皆さんも、ね、いろんな意見があると思いますけれどもまあ、こういう風なのがな流れですよというようなことになります最後まで動画をご視聴ありがとうございましたよろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いします